はい、皆さんおはようグルト。発酵してますか？はい、はい、発酵してますかということは生き生きしてますかということで、ご解釈ください。私たち、このよみがえる自然プロジェクトですね、で地域応援団大鳥会が、主導しながらこう今ずっとで今回第5回もやらせていただいてます。で、実は前回第4回目で1万個を達成しまして、はい、で今後ですね僕ら10万個目指してるので、皆さんの協力がないと10万個を達成できないんですよ。ですので今後ともで、この比謝川は沖縄市から流れて海へこう比謝橋通って海へ行くんですけども、全長14キロありますので、皆さんの力がないと、力がないとというより力があれば僕はすごく浄化してきれいになっていくんじゃないかなと思ってます。今後ですね、まあこの、開催にあたっての目標としても、ここでできれば泳げるぐらいの形ぐらいまでなると、あと魚が泳いでるのがすごく見えたりするものを感じれたりするところまでぜひやっていけたらなと思ってます。今後ともですね、大安自治会さんは今回初めてかもしれないんですけども、今後またやりたいという声があればぜひ今後も参加してほしいなと思っております。世界でこの EM 団子はやられております。EM 団子で浄化していこうという活動は広がっていろんなところでやられてます。で、これをぜひ僕は特に気持ちがすごく大事だと思ってますので、EM 団子を作るときにも多分ちょっとお話ししたと思うんですけども、投げるときにもですね、顔をきれいにしてくれてありがとうという気持ちで、微生物さんは生きています。ぜひですね、微生物さんたちに気持ちを込めて投げると微生物さんたちは生き生きと活動しますので、ぜひその気持ちで今日も投げていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは早速自己紹介よろしくお願いします。こんにちは、名護郡と申します。ハワイから来ました。よろしくお願いします。なんと、郡さん、ハワイからお越しになったということで、ここ沖縄県そして読谷村に、こっち来られるのは初めてですか？そうですね、初めてですね。皆様が集まって本当に嬉しかったです。なんと今回この読谷村も初めて来られたということで、今回この EM 団子投げで、比謝川浄化作戦に参加されたと思うんですけども、今回ハワイから参加されたこのきっかけっていうのを教えていただいてもよろしいですか？はい、そうですね、ハワイでは元気アロワイプロジェクトっていう名前をつけたんですよ。この泥団子を元気玉って呼んで、元気は日本語でもちろん元気なんですけど、そうですね、川をまた元気きれいにするイメージでそのプロジェクトをやってます。ハワイでもこういった形、EM 団子を作って、川をきれいにしようという活動を、されているということなんですけども、実際にこの読谷村、この比謝川、先ほど訪れたと思うんですけども、実際に見ていかがでしたか？いや、立派ですね。やっぱ素敵です。ハワイの川に比べたら、とっても綺麗だと思いましたけど、やっぱりもっと、EM の団子を作ったらもっと綺麗になれると思うんで、楽しみです、その結果が。ございます。この読谷村の方でも初めて比謝川を見られたということで、周りも結構たくさんの地元の方とか子どもたちも参加されたと思うんですけども、実際に何か交流とか何かお話とかされましたか？そうですね、あんまり話してないですから、でも子どもたちの笑顔とか、団子を投げてる姿、コミュニティが一つになるのを見てすごい嬉しかったです。ありがとうございます。今回ですね、この郡さんなんですけども、沖縄に今後、滞在する期間というのはどのぐらいですか？そうですね、沖縄に来た理由はエムロで、研修をしてるんで、3ヶ月、6月までいます。6月まで、はい、約3ヶ月この沖縄県内の方で、EM に関する研究をされるということで、お話がありましたが、最後になりますが、今後またハワイにまた帰られて、今後のなんか活動とか
そういった取り組みについてあれば最後一言メッセージいただけたらなと思います。あ、そうですね、あのハワイでは、ね、今3万個ぐらいあの元気玉を投げているんで、やっぱりこれからですね、あの学校とかあの他の会社とかコミュニティのメンバーをみんな、ね、あの一つになってあの川をきれいにするイメージなんで、でもあのアラワイの川はあの最初の川なんで、これからもあのハワイ全体の川をきれいにしたいと思います。はい、今回ですね、この読谷村のヒジャ川、そして EM 団子の、まあ、浄化作戦に参加されました、そしてハワイからお越しに来られた、コーリさんからお話をお聞きしました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。頑張りましょう。